きまで大洗が勝ちそうだったのに、なんでプラウダに追っかけられてるんですか？ああ、ペパロニ、お前ちゃんと見てたんだ。いやー、鉄板ナポリタンの売れ行きが良くてちょっと手が離せなかったんすよ。大洗と千畑は1体をセントグロリアー内の包囲攻撃、もう1体をプラウダを足止めする拠点防御と部隊を2つに分けていたんですよ。そうだ、それで今大洗千畑連合の拠点防衛が突破されたところだ。ああ、なるほど。それで大洗は困っちまったってわけですね、隊長の隊長。え、隊長の隊長って私のことですか？そうっすよ、ルーチェや他の学校の隊長たちの隊長だから隊長の隊長。なんか間違ってるっすか？あ、はい、大丈夫です。カチューシャさんに防衛線を突破されて、私たち攻撃隊も側面からクルセイダー隊の攻撃を受けて、ダージリンさんたちにバンカーから脱出されたんですけどこれがダージリンさんたちの狙いだったんですね。しっかり準備をしてゆっくりと時間をかけて焼くのが美味しいスコーンを作るコツなのよ。このまま美味しくいただければよかったんですけど。大洗の切り返しの速さもなかなかのものでしたね、ダージリン。そうね、さすがは美穂さんといったところかしら。そんな、私たちはゴルフ場から脱出、大洗市街を目指しました。ホームタウンの有利を生かした閣僚分断を狙ったのかしら。はい、そうだったんですけど残念ながら完全に読まれていましたね。そうだな、フラッグ車を狙う動きが全体に徹底されていた。ああ、動かれるとなかなか辛いな。当然よ、何度も同じ戦法が通じるほどカチューシャたちは甘くないんだから全ての失敗は成功への第一歩である。ウィリアム・ヒューエルですね、ダージリン様。あ、ウサギさんチームとノナさん、西住隊長、武部先輩、すみませんでした。すみませんでした。どうしたの？私たち決勝戦でちょっとうまくいったから調子に乗っちゃって、同じやり方で倒しちゃえって思ったんですけど、ノンナさんには全然通用しませんでした。しませんでした。そっか、狙いは悪くありませんでしたが、相手に冷静さを取り戻す時間を与えたのはよくありません。油断や慢心は大敵ということですね。はい、すみません。すみません。あんたたち何落ち込んでるのよ。失敗したって落ち込む必要なんかないんだからね。え、どういうことですか？いい？一度失敗したって次うまくやればいいのよ。次を失敗しても次の次に成功すればいいのよ。なんたってこれは戦車道なんだから。戦車道だから何度でも挑戦できる？戦争じゃないから死なないし。おお、なるほど。それにあんたたちまだ1年なんでしょ。何度でも失敗して覚えていけばいいのよ。そうよね、二宝社。はい、とっても素敵な考え方だと思います、カチューシャさん。うさぎさんチームのみんな、これからも一緒に頑張ろうね。はい、カチューシャもたくさん失敗をしてきましたからね。ノンナ、余計なことは言わなくていいの。西住隊長もそうだけど、隊長ってやっぱりすごくない？ちっちゃいけど。ちっちゃな王様だって。やっぱり王様って呼ばれる人はちっちゃくてもすごいんだね。うんうん、ノンナさんに肩車されてる時は正直って思ったけど、やっぱり隊長ってすごいんだよ、ちっちゃくても。戦車乗りはちっちゃい方がいいって言うから、きっと戦車道もちっちゃい人の方が偉いんだよ。ちょっとみんな、あんまり大声で喋ってるとカチューシャさんに聞こえちゃうよ。ちゃんと聞こえているわよ、あんたたち。シベリアの大河でモミの木を数えるのと、オホーツク海で寒中水泳、どっちがいい？ごめんなさい。はい、では次の写真に行きますね。さすがにドイツと渡り合ったソ連の戦車は手強かったな。だがプラウダの戦闘車両を仕留めたのが大きかったな。サントツは待ち伏せが得意だからな。レオポンが後ろにいてくれたのはなかなかに心強かったぜよ。ダイエットなんてやっぱり必要ないよ。ダイエットなんてしたらレオポンのリアスポイラーのようなベンダーの直線美が失われるからな。直線美といえばあのエンジン部周りを差し置いて右に出るものはないと思うよ。ほらほら話題がドリフトしてるよ。感想って言えばあの的確な狙撃ができるのはさすがノンナさんってことかな。皆さんの整備も目を見張るものがあると思います。いやー照れるね。あの激しい戦いの中で被害がレオポンさんチームだけだったのは不幸中の幸いだったね、ソドコ。そうね、相手と比較して考えても単純な戦力は向こうの方が上だったと思うわ。ちょっとの被害で済んでよかったと思うよ。そうだな、そう考えれば私たちも前線だったと言えなくもないだろう。ももちゃん一発も当ててなかったじゃん。ゆず、余計なことは言うな。まあまあ、あくまでも防衛が目的だったんだしいいじゃない。そういえばこの時大洗役場にいた4両みんな日本の戦車だったもん。ネトゲだったら同国編成ボーナスがもらえて強くなるぴよ。なるほど、あの時の発撃波は僕たちがパワーアップ状態だったからなのかもしれない。いや、あれはみんなの実力だから素直に喜んでいいと思うよ。キャプテン、私たちもパワーアップ状態ならパイプ攻撃やビッグも決められるでしょうか。根性があればきっとできるよ。え、根性だけでどうにかなるかな、それ。根性も大切だが決めるためには特訓が必要だ。私たちも強化すればさらに多種多様な突撃が可能だったんじゃないか。西隊長、福田、ワクワクが止まらないのであります。データ的に見ても編成でパワーアップする事実はありませんね。同国編成でパワーアップするのであれば大洗以外はみんなパワーアップしますよね。そうよ、大洗戦線をカチューシャたちが押し切ったという事実は何を言っても変わらないんだから。その通りです、同志カチューシャ。エキシビションマッチで両チームの最大の火力が集中したこの戦いがターニングポイントだったわね。はい、ダージリンさんの言う通りです。え、そうだったんですか。ニコリン、この後もみんな頑張ってたと思うんだけど。大防衛戦でカチューシャさんたちを抑えている間にダージリンさんのフラッグ車と1対1の状況を作りたかったから。なるほど、ここでダージリン殿に奪われた主導権を取り返そうとしたわけですね。そうか、それで逃げてるけど逃げきれない感じという指示だったんだな。うん、そういうことかな。大将同士の読み合いは奥が深いぜよ。砂漠の狐もうなりそうだな。羽柴秀吉と徳川家康といったところか。いや、スキピオとハンニバルじゃないか。それだ美穂さん、そろそろ始めましょうか。はい、それでは思い出作戦大愛防衛戦を始めます。みんな頑張って。それではパンツァー。自分の人生は。それでは試合を始めます。待ち伏せこそ我らが本領。頼んだぞサントツ。様子はどうだ。そうだな、撃て。よし、装填どうした。敵の一撃も届いたぞ。装填完了。T3476 行動不能。T3476 行動不能。いつ突撃するんだろう。みんな無理しないで。3476行動不能。撤収命令だ。みんな引くぞ。撤収の指示よ。千畑もちゃんと退却させるのよ。試合終了。空気委員の腕の見せどころよ。それでは試合を始めます。命令だから仕方ないけど、道路を塞ぐなんて私たち不良みたいじゃない。様子はどう？ちょっと待って。敵車両発見。はい、角度がまずいみたいね。T3476 行動不能。T3476 行動不能。撤収命令だ。みんな引くぞ。撤収の指示よ。千畑もちゃんと退却させるのよ。試合終了。ほんの少しの時間さえいただければ。それでは試合を始めます。努めてみせます。Может ли быть такое, что четвертый зайдет на Черчилля с тыла? Думаю, да. Михон на такое способна, Клара. ちょっとあなたたち、日本語で話しなさいよ。前進します。敵車両発見。位置情報が届きました。一時方向から攻撃を確認。攻撃やりました。いい仕事です。当然完了よ。ノンナ前進。さっさとやっちゃいなさい。前進。敵車両を捉えました。下がりなさい。装填装備効いてるようです。当然完了よ。撃て。ルノー B1 行動不能。一時方向攻撃を確認。装填完了よ。装填完了。5個発見しました。 T3476 行動不能。撃て。装填遅いです。損害は9。問題なく97式行動不能。調子で行こうよ。装填完了。方角を踏み攻撃。容赦は今の攻撃で機体を損傷したり。装填攻撃。3式行動不能。周辺の敵、すべて撃破しました。見なさい。カチューシャにかかればこんなものよ。試合終了。それじゃあさっさと片付けてお家に帰るわよ。試合を始めます。で、どうするの？カチューシャ。呼び捨てにしないで。前進に決まってるじゃない。こんなちまちましたちびっこい連中、削って削って削り取ってピロ式の中のお惣菜にしてあげるわ。進むわよ。敵車両発見よ。前進します。急ぎなさいよ。装填完了よ。97式構造不能。ノンナ前進、さっさとやっちゃいなさい。聞いてるわ。3式構造不能。敵車両を捉えたわよ。何やってんの？装填急ぎなさいよ。撃て。今したわ。行動不能。この調子で行こうよ。周辺の敵すべて撃破しました。見なさい、カチューシャにかかればこんなものよ。試合終了。